転写抑制因子 c t c f 1 1ジンクフィンガープロテインは人では c t c f 遺伝子にコードされる転写因子である。c t c f は転写の調節、インスレーター活性、VJ 組み換え、クロマチン構造の調節など多くの細胞過程に関与する。CCTG c CC 結合因子もしくは c t c f は 鶏の CMIC 遺伝子の負の調節因子として発見された。このタンパク質は規則的に配置された3つのリピート配列に結合することが判明し、そのコア配列は、CC、c c c t c であったため c c c t c 結合因子と名付けられた。CTGF の主要な機能はクロマチンの3次元構造の調節であると考えられている。CTGF は DNA の鎖を束ねて、クロマチンのループを形成し、カクラミナのような細胞構造へ DNA を固定する。また、CTGF は活性な DNA 領域とヘテロクロマチン領域の境界の決定も行う。DNA の三次元構造は遺伝子の調節に影響するため、CTGF の活性は遺伝子発現に影響する。CTGF は、 エンハンサーとプロモーター間の相互作用を防ぐインスレーター活性の主要な部分を占めていると考えられている。CTGF の結合によって遺伝子発現の促進と抑制のどちらも引き起こされることが示されている。CTGF がループ形成によってのみ遺伝子発現に影響を与えているのか、それとも他の未知の活性が存在するのかは不明である。 CTGF の結合は、下に示すように多くの影響を与えることが示されている。それぞれの場合で、CTGF が直接的に変化を引き起こすのか、間接的に引き起こすのかは不明である。CTGF は、イグフに遺伝子の抑制に重要である。CTGF は、H19 インプリンティング制御領域と DMR-1、MAR3 に結合して、 抑制を行う。CTGF の標的配列エレメントへの結合によって、エンハンサーとプロモーター間の相互作用が防がれ、エンハンサー活性は特定の機能ドメイン内に限定される。エンハンサーのブロックの他に、CTGF はヘテロクロマチン構造の拡大を防ぐ障壁としても機能する。CTGF は互いに物理的に結合して、 ホモに両体を形成し、それによって DNA のループが形成される。c t c f はカクラミナに結合している DNA 領域の境界にも頻繁に出現する。クロマチン免疫沈降とその後のチップ、シークエンスによって c t c f はゲノム全域にわたってコヒーシンと協極在し遺伝子調節機構とクロマチンの工事構造に 影響を与えていることが判明した。c t c f はメッセンジャー RNA のスプライシングに影響を与えることが示されている。c t c f はクジイシニグゴキャグというコンセンサス配列に結合する。この配列は c t c f が持つ11個のジンクフィンガーモチーフによって決定される。c t c f の結合は結合配列の CPG メチル化によって阻害される。19種類の細胞には平均して5万5000箇所、総計で7万7811箇所の CTGF 結合部位が存在するという報告がなされている。CTGF の複数の配列に結合する能力はジンクフィンガーを様々な組み合わせで用いることで可能になっており、多化タンパク質としての性質を獲得している。 3万以上の c t c f 結合部位が同定されているという報告もなされている。ヒトゲノムは細胞種に応じて1万5000から4万の c t c f 結合部位を含んでおり、c t c f が後半に遺伝子調節に利用されていることが示唆される。加えて c t c f の結合部位はヌクレオソームを配置するアンカーとしても機能しており、 様々なゲノム上のシグナルのアライメントに CTCF 結合部位を利用した場合には近接するヌクレオソームが容易に同定される。一方、高分解能でのヌクレオソームのマッピングの研究においては細胞主管での CTCF の結合の際はヌクレオソームの位置の違いによるものであることが示されている。一部の遺伝子では メチル化による CTGF の結合部位の喪失が男性不妊などの人の疾患に関係していることが判明している。CTGF 自身は主に両体を形成する。この活性は CTGF がループを形成する機構としての可能性の一つである。CTGF は Y ボックス結合タンパク質1と相互作用することが示されている。また、 CTGF はコヒーシンと協極在し、CTGF によって組織された抑制ループ構造が安定化される。ありがとうございます。